ウィス、エースです。今日ね、また近所の池に来たんで、ガサガサして、まあいろいろね、紹介していこうと思います。今日、まず1本か。うわ、入ってますね、これは。ちょ、あんまり暴れないでほしい。あんま騒ぎたくないっちゃ騒ぎたくないんだけど、まあ仕方なし。よいしょ、これね、牛ガエルですね。虫ガエルのまだちっちゃいやつですね。こいつ特定外来生物で生きたままの運搬飼育がね禁止されていますね。なのでまあちょっとね大人とイメージ違ったりすると思うんですけど、間違えないようにしてもらいたいなと思います。他にはねやっぱブルギーの稚魚とかエビがね入ってますね。まあ今日最初の紹介でね虫ガエルできたんで、まあ、いつもとね違う感じで良かったなと思います。まだどんどん行きましょう。よいしょ、じゃあここ横からガサッて、よいしょ、どうだろう。ああ入ってますね、まあ、エビは、まあ、在来なんでいいとして、これねブルギーの稚魚が一匹入ってますね。お、入ってるけどエビがすごい、まあ、エビは在来なんでいいんですけど、まあ、ブルギーの稚魚は2匹入ってますね。3匹だね。3匹入って、まあエビが何匹か入ってるって感じです。ということでね、まあこの動画ねちょっとずっと同じ調子で同じものしか出てこなかったら面白くないと思うんでね、今日はちょっとねこれが変えて、これね安い竿ですね。普通に2000円ぐらいで売ってる竿、まあ、リールもついて、普通にね餌はミミズで釣ろうかなと思うんですけど、まあ浮きがね作るのがちょっとめんどくさかったんで僕が、なんでねまあ自然に帰ってもいいように、もしね、切れた時とか、あれなんで、もうこれでね、もうただ単に木に糸を巻きつけただけです。こんな感じでもね、多分釣れると思うんで、まあね、道具じゃなくて、まあブルギーとかあったら腕もいらないんですけど、まあやっていこうと思います。はい、ということでね、あんな感じで、まあ近いんですけど、ポイって投げました。木なんで浮くんでね、まあいいかなって思います。はい、一匹目なんか釣れましたね。ちょうど置いてたんですよ。ちょっとさすがにかからなすぎて。そしたらね、これブラックバスですね。ブラックバスはまだ子供なので、何センチだろう ?15 くらいかな、めっちゃベビーなんですけど。まあね、こういう感じで、こいつもね、特定外来生物でね、生きたままの運搬飼育禁止されててね、こいつ口でかいっすよね。このサイズでこの口ですからね。何でも食うんすよ。なんでね、もうバクバク在来種食っちゃう問題児ですね。今回多分僕の YouTube では初登場だと思うんで、まあ、すごいね紹介できてよかったと思います。で有名なのはね琵琶湖とかかな。琵琶湖バカでかいのいますからね。なんでね、まあ、こういうのを紹介できてすごい嬉しいです。まあ、こいつはね僕が食べようかなって思います。これ最悪っすよね、溝に落ちました。こういうね滑って、まあ、僕一軒じゃないんでね、さっき言ったとこが、まあ、いいんですけど、こういう危険があるんでね、皆さんちょっと気をつけてください。さすがにねここまでやられると洗うのが大変です。こいつよう逃げねえな。遠くからね見ていたんでね来ました。牛ガエルなんて、よいしょよいしょよいしょ、簡単っすね。こいつはちょっとアップにしすぎてるんでちょっと戻しますね。よいしょ、色汚ねえな。はい、牛ガエル、こいつ分かりやすいですね。ここ牛の模様があるんで牛ガエル捕まえていいですね。こいつもまた外来種のね駆除ですね。はい、今日牛ガエルね紹介したいと思いますけど、これが牛ガエルのオタマジャクシで、まだちっちゃいですねこの子は。こいつもねオタマジャクシも特定外来生物で生きたまま運搬飼育禁止されてるんでね、持ち帰らないように気をつけください。まあ普通のとね比べてでかいんで分かる安いと思うんですけどね、まあ間違えて持って帰って犯罪とかねならないように気をつけてください。よいしょ、どうなんだろう。うわ、オタマジャクシが3匹大量に入って、ブルギーもね何匹も入りました。最悪ですねここは。よいしょ、あここ石だった。エビですね。という感じでね今日の動画は以上にしようと思います。最後までご視聴ありがとうございます。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。